ミンの相談に乗ってください。実はカスミンのファンクラブの初企画について悩んでまして、夜も眠れなくて目の下真っ黒なパンダさんみたいになっちゃいました。でもまあ目の下真っ黒なパンダさんのカスミンも可愛いと思うんですけど。あ、それは困ります。カスミン可愛さはもう極めてきてるみたいなとこあるので、カリン先輩みたいなスラーっとした感じとか欲しいんです。今日は9時に寝ます。じゃあカスミンの安眠のために手伝ってくださいね。実はカスミンのファンクラブの初企画は何をしようかってことなんです。カスミンといえば可愛いのにパン作りも上手な家庭的な子っていうところは外せないじゃないですか。だからファンクラブのみんなとパン作りをしようと思ってるんです。あ、もちろんいきなりパン作りってハードルが高いと思うので、カスミンの作ったコッペパンに何を挟むのが一番美味しいかって感じにしようと思ってるんですけど、何を挟むのかアイデアが切れちゃって、あんこと生クリームとバターとジャムとチョコレートとハチミツとピーナッツクリームとハムと卵とツナとポテトサラダとコンビーフと焼きそばと、あと何があると思います？でもこれじゃ普通ですし、カスミンのファンクラブのみんなが喜んでくれるようにしたいんです。なんだか急に豪華なコッペパンになりました。それでバリエーションを増やしたいと思います。3人です。そこはカスミンちゃんと考えてますから期間取りましたよ。でも結局この間のライブの後もあんまり人数は増えなかったので、このくらいかなって思います。そうですね、でもそれはまた今度で、カスミン的にはたくさんじゃなくてもカスミンを好きって言ってくれる人たちにカスミンがどれだけ嬉しいって思ってるか、そういう気持ちを伝えたいんです。でも言われてみればカスミンのファンクラブだってもう少し増えてもいいはずですよね。カスミンの可愛さ的に、カスミン他のみんなのファンクラブがどうしてるのかちょっと研究してみます。でもその前にカスミンと作る一番美味しいコッペパン企画を成功させます。